か必要ないものなんて大丈夫です。次の曲多分3個ぐらい、丸出しにしてもらっていいですか。
か、全部言ってもいいよね。なんかセトリってやっぱ気持ちあれですか、隠されてた方が気持ち的に違うのかな。来たみたいになるんだ、このフォーメーションはみたいになる、みんなないよな。ネックレスに関してはならないと思う。手裏剣、ゴールドフィッシュ、ゴリアテ、あ、これ珍しいですね。週55、週55、OK。皆さん、週55、手裏剣投げて、金魚になって、こう、ムキムキの屈強な男性で、おいって言った後、ゴリアテはどういう気持ちで聞けばいいのか、ちょっと、わかんないですけど、聞いてください、手裏剣投げ投げ
怖いからね。社長が見てるかもしれないですからね。ああ、熱い。こうネームレストップバッターですごいね。血圧大丈夫ですか皆さん。はあ、座る？話すこと何もないの。なんかいっぱいライブがあるんですよ。うわっ、見てください、この赤い帽子の人、いつも真ん中にいてくれる、まあ、この人がバミリみたいなセンターみたいな、飼い主でいうところのウーノさんみたいな感じなんですけど、ウーノさんで合ってるのかな、なんかセンターの太鼓持った人がいてさ、もう毎回毎回ウテニャンに次のライブ何日でしたっけって聞かれるから、カンペ持ってきてくれた、拍手ありがとうございます。あ、こちこち。次は二重で書かれてます、あの次の次もその次もライブあるけど、今日関係ある人のライブは4月1日なんで、これから言った方がいいよって、これ二重で3月27日月曜日と3月29日水曜日も東京でライブあるんですが、4月1日ちょっと大阪になってしまうんですが、4月1日の土曜日、本日主催されているマーブルマーブルさんのワンマンが夜にありまして、昼の部の方にエベレス台湾で出させていただきます。全部ここに書いてある。ね、ちょっと大阪なんでちょっと来れないよという人でも、もう今日早起きできることは明白に明らかなので、早起きできることは新幹線に乗っていただいて、ちょっと遠いのは無理だよという方は27日月曜日東高円寺、これ2万電圧と書いてボルトと読むのかもしれないし、2万電圧なのかな、ちょっと定かではないんですけど、東高円寺の2万であります。3月29日水曜日はあの新宿アンチノックで、角煮をテノルさんとアンチノックさん共同主催のスルーディッシュ東京という、ちょっと英語が読めないんですけれども、スルーディッシュ東京というライブに出させていただきますので、近い日程よろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃわかりやすい。大阪も来てくれないかな、この人。ありがとうございます。本当に私今日の瀬戸でも覚えられないくらいなのに、本当に靴下持ってきてないこと言わんとこうと思ったけど、バレちゃいましたね。すっ隠蔽しちゃった、こぼしちゃった。いけますよね、いけるいける。次は覚えてるんですよ。次ラプラスプリパラですよね。合ってた、ラプラスプリパラでございます。これどうしよう、布巾もらってもいいですか。ここだけ拭こうかな。キッチンペーパー的なやつありますか。時間をすごく自由に使ってしまう。すみません、こけたら大変ですからね。あ、ティッシュがあるけど、なんかティッシュもいいけど、でも花粉症じゃない？使ったら大変。あ、ありがとうございます。クルエルティクルエルティ昨日ね、ダンバベアーズにね、来てましたね。クルエルティのドラムのマニさんがね、マネスの T シャツをね、来てくれてて優しいなって思いました。 MC が繋がりました。ありがとうございます。やりましょう、聞いてください、ランプラス。
の重さですよ。すごい。今日主催のマーブルマーブルちゃんがなんと、ね、今日だけ限定のステッカーを物販で発売しているらしい。すごいじゃないですか。何がすごいって、ネメレス一言も断りも何ももらってないんですよ。まあネメレスみんなにね、同人活動 OK ってブートのいくらでも作ってって言ってるけど、もうマーブルマーブルはティーナカよりも大助藤井太とね、長いお付き合いするんでしょうね。イフミマリオを共に愛する会を二人で結成して、マリちゃん好き、マリちゃんのここがいい、マリちゃんの人生に必要みたいな、ダイニャンとの、ダイニャンって呼んでるんですけど、ダイニャンとね、二人の LINE、マリで検索したらめちゃくちゃいっぱい出てくる。マリちゃんの話しかしてない。何？私何も聞いてなくて、このステッカーが発売されるということを、泉マリのツイートで知ったんですよ。このイラストの、なんかステッカーが明日の限定で発売されるらしいって言って、ちょっと待ってよ、大助藤田と思って、だから売るのは大丈夫です。売るのは大丈夫ですけど、物販の時に猛者のみんなと一緒に、ちょっと全面戦争やってて、金庫の方襲撃させていただきます。みんなちょっと力貸して、ちょっとここではっきりさせてあかんか。マリちゃんとの愛の差ひどくないと思って。ほんまに。ワンマン4月1日ね、そんなブレモノのマーブルマーブルさん、ほんまにごめん、こんな感じになると思ってなかった。みんなもっと笑ってくれるかと思ったら午前中やから、ごめんごめん、私めっちゃ性格悪いみたいになってる。4月1日はね、ワンマン大阪でもワンマンしてくれるってことで、大阪の人はみんな見に行きましょう。昼の部はウテニアも出ますし、なんかいろいろいっぱい出ますので遊びに行きましょう。今日は最後まで楽しんでってください。水をこぼした分ちょっと軽く巻いていこうと思います。ナスタルジーシール、I'm sorry.
はい。